皆様、こんにちは。三菱 UFJ 国際投資の向井義と申します。これから足元の経済見通しから今後の投資戦略を考えようと題して、グローバルのマクロ経済環境から今後の株式市場を展望したいと思います。まずは世界の経済環境についてお話しします。最初に世界経済の現状を見てみたいと思います。この図は PMI を世界、先進国、新興国に分けてみたものです。 PMI は業況が前月に比べて改善したのか悪化したのかを見るものであり、50が判断基準となります。2020年春先にかけ、新型コロナウイルスの感染が猛威を振るい、各国で厳しい営業外出制限が導入されました。そのため、サービス業を中心に企業活動は大きく落ち込み、企業の景況感を示す PMI は急低下しました。 PMI は2020年4月には世界全体で26.2という水準まで落ち込み2008年のリーマンショック時を大きく下回りました今回の落ち込みは新興国より先進国の方が激しかったというのが大きな特徴ですしかし世界経済は金融緩和や財政支出に支えられ持ち直しました2020年7月に PMI は世界全体で50を上回っています その後もたびたび感染再拡大に見舞われ、制限再開を迫られる場面もありましたが、製造業、サービス業ともに回復基調を保っています。今年に入って PMI は急上昇しており、特に先進国の回復が顕著です。世界経済は先進国中心に成長が加速していると見られます。それではコロナ感染は収束しつつあるのでしょうか。この図は、 新型コロナ新規感染者数を国・地域別に見たものです今年に入ってアメリカやヨーロッパの新規感染者数は大幅に減少しましたただし世界的に見ると新型コロナの感染拡大は収束していません世界の新型コロナの新規感染者数は現在も増え続けています新型コロナ感染拡大にはいくつもの波があります2020年終盤からヨーロッパで新型コロナの変異株が増加し アメリカでも感染は拡大しましたヨーロッパは都市封鎖の再開延長を余儀なくされサービス業を中心に景気が悪化しました現在欧米では感染が沈静化していますが新興国で感染拡大が深刻となっており景気の失速が懸念されます新型コロナが世界全体に収束しなければ経済の正常化は実現しないと考えられます景気の自回復に向け 世界で協調的な政策支援の継続が不可欠な状況にありますそうした中、新型コロナワクチンの普及がコロナ収束への希望の光となっています2020年12月にファイザー社とビオンテック社が開発した新型コロナワクチンが世界で初めて承認されて以来各国でワクチン接種が進んでいますこの図は新型コロナワクチン接種見込みを人口比で先進国・新興国に分けてみたものです ワクチンの2回接種が必要な場合200、200%になれば、国民全体にワクチンが行き渡るということになります。先進国では、今年6月までにワクチン接種がかなり進む一方で、新興国では、全員のワクチン接種に未だ目処が立っていないことになります。また、新興国の中でも、低所得国ほどワクチン接種が遅れる見込みです。ワクチン接種の先行国であるイスラエルやイギリスは、感染収束が鮮明であり、 ワクチン普及は経済の正常化に不可欠となっていますしかしながらワクチン接種の進捗は国地域で格差があり先進国に比べ資金力で劣る新興国で接種が大幅に遅れているのが現状ですこのように新型コロナ感染の世界的な収束は容易ではないといえます新型コロナの世界的な収束には時間を要すると考えられます新型コロナ対策として 各国政政府は積極的な財政方針を維持していますこの図は新型コロナ対策の規模の対 GDP 比率を世界、先進国、新興国に分けてみたものです。対策規模を見ると、財政出動は先進国を中心に大規模となっており、既に2008年から2009年にかけての国際金融危機時を大きく上回っています。新型コロナの感染拡大が継続する中で、 おそらく2021年も追加支援策は必要となるでしょう現状は財政健全化という中長期的な目標よりも景気回復が最優先される局面にあります国別に新型コロナ対策規模を見るとアメリカの財政支出が突出しており景気の下支え役として大きな役割を果たしていると考えられますまた新型コロナ対策では融資・出資・保証など金融支援も経済を支えました 各中央銀行は大規模な金融緩和を継続していますコロナショックで金融危機が懸念される中主要国の中央銀行は積極的な金融信用緩和を実施しました米連邦準備理事会は事実上のゼロ金利政策を復活させ無制限の資産買入を実施し欧州中銀も資産買入額を大幅に増額日銀も ETF の買い入れ枠を倍増しました その結果、日米欧の中央銀行のバランスシートは急速に拡大しています。この図は日米欧の中央銀行のバランスシートを米ドルベースで積み上げたものです。折れ線で世界株価の動きを重ねました。こうした量的金融緩和は景気回復期待を高め株価上昇を支えてきました。コロナショック以降の金融緩和は経済だけでなく金融市場も支援してきたと言えます。こうした経済環境のもと 2021年の世界経済は明るさを増していると判断していますこの表は実質 GDP 成長率を国・地域別に比較したものです2020年までが実績であり2021年と2022年が当社予想です当社では2021年と22年の実質 GDP 成長率は力強い回復が続くと見ています2020年前半の世界経済は新型コロナウイルスの感染拡大により 記録的な成長率の落ち込みを見せましたが年後半はいち早く経済活動を再開した中国を先頭に先進国も景気が回復しました2021年はアメリカやイギリスを中心に先進国は好成長となり経済正常化の動きが一段と進むと見ています新興国でも中国が好成長となりその他の主要国も回復する見通しです2021年の世界経済は大幅なプラス成長となり 金融緩和や財政支援策に支えられて2022年も回復が続く見通しですこの図はアメリカの株式と金利米ドルの動きを比較したものですコロナショックを受けて株価は大幅に下落政策金利が引き下げられる中長期金利は過去最低の水準まで低下しました米ドルは軟調な動きとなりました株式市場は2020年3月をそこに反発しており そのの後、リスク先行の動きが加速しています金融資料では新型コロナワクチンの普及で感染が収束に向かい経済の正常化が進むとの見方が強まっています一方景気回復に伴う物価上昇リスクも台頭しており長期金利は徐々に水準を切り上げていますただし経済がコロナショック前に戻るには時間を要するためインフレ率は上振れたとしても地位的なものだと考えています景気回復期待と緩和的な金融環境は リスク資産価格を支えると考えられます一方ワクチン普及の遅延や感染再拡大財政金融緩和政策の修正がリスク要因となりそうです次に日本の経済環境についてお話しします日本経済もコロナショックにより2020年に大幅なマイナス成長となりましたが2021年はプラスに転じる見通しですこの図は日本の実質 GDP の伸び率と需要項目別の寄与度 囲みは成長率に影響しした主な出来事を掲載しています2020年の実質 GDP 成長率は46月期にコロナショックを受けて大きく落ち込んだ後後半は経済支援策を受けて急速に回復し2四半期連続で高成長となりましたしかし2021年1、3月期は再びマイナス成長に転じました新型コロナウイルスの感染再拡大により緊急事態宣言が再び発令され 個人消費が減少したことが主な要因です新型コロナの収束が遅れ行動制限が続いているため四六月期の成長も期待できないとの見方は強まっています日本でも経済の正常化は進むと考えられますが新型コロナの感染拡大傾向が続く中成長率が不安定となるリスクがあります国内景気は回復過程にあると見ています この図は景気動向指数と高校業生産指数、第3次産業活動指数を重ね合わせたものです。高校業生産は2ヶ月先までの予測指数の動きを反映させていることに注意してください。第3次産業活動指数は、工義のサービス業の動きを見たものです。内閣府の公表する景気循環によると、直近の景気の山は2018年10月であり、コロナショックが起こる前から日本経済は景気後退局面に入っていたことになります。 2019年10月の消費税増税による需要の落ち込みにコロナショックが加わり景気は大きく落ち込んだといえます足元では新型コロナの感染拡大を受けサービス業の落ち込みが響く中高工業生産は回復基調にありますただし景気動向指数の CI 一指数は2020年5月を底に上昇するも2018年の景気の山からの落ち込みの6割程度しか回復していません本格回復にはサービス業の改善が不可欠といえます 高工業生産の回復を牽引しているのが好調な輸出です。この図は実質輸出を世界全体、中国向け、米国向けに分けてみたものです。2割強が中国向け、2割弱が米国向けを占めます。輸出はコロナショック以降回復しており、中国向け輸出の拡大は際立っています。中国向け輸出は新型コロナによる下押しは軽く、コロナショック後も拡大基調に変化はありません。 一方米国向け輸出は伸び悩んでいます今後も中国経済の好調維持が日本の景気を左右することになると考えられます中国経済の存在は日本にとってますます重要になっているということになります日本では新型コロナ感染は収束せず再び拡大していますこの図は日本の新規感染者数の推移を見たものです東京大阪とその他に分けて示してあります 日本は現在、新型コロナ感染拡大の第4波に直面しています。今年3月に、一旦緊急事態宣言が解除されましたが、早期解除した地域を中心に、感染者数が再び増加する結果となりました。4月には、東京、大阪など、主要都市で、まん延防止等重点措置が実施され、その後、再び緊急事態宣言が発令、その対象地域も拡大しました。飲食・宿泊などサービス業に厳しいいい環境が続いています。 行動制限が長引けばサービス業の回復が遅れ輸出指導で生産が回復しても経済の正常化はなかなか達成できないことになります。新型コロナ感染が拡大する中国内のワクチン接種の遅れが不安視されています。この図は新型コロナワクチンの接種率を国別に比較したものです。計2回の接種をした比率を示しています。世界的に新型コロナワクチンの接種が進む中国内のワクチン接種は 大幅に遅れています日本の接種率は一部の新興国よりも遅れているというのは現状です先ほども見てきたようにワクチン接種の先行国であるイスラエルやイギリスは新型コロナ感染の収束が鮮明でありワクチン接種の効果は広く認識されています政府はワクチン接種の供給体制を整え接種率を加速させようとしていますが実際に他の主要国並みに接種が進むのか不透明です 今後も変異株の感染拡大により、感染者数増加に歯止めがかからない恐れがあり、行動制限の長期化による経済活動の抑制が懸念されます。一方、企業の景況感は製造業を中心に回復しています。この図は日銀が公表する単管の業況判断 DI を規模別、業種別に見たものです。業況判断 DI は、良いと答えた企業の比率から悪いと答えた企業の比率を引いたものであり、ゼロが判断基準となります。 3月日銀短観では大企業製造業の業況判断 DI が6四半期ぶりにプラスとなりました中国向けを中心に輸出が好調なことや IT 関連の需要が高まっていることが背景にあると考えられます一方でコロナショックの影響から非製造業や中小企業の回復の足取りは重くなっていますコロナショックにより内需低迷の影響を受ける企業の景況感はなかなか回復せず 好調な椅子の恩恵を受けた企業の景況感が改善するという構図になっています企業の景況感回復には温度差が出ているということになりますまた消費者の景況感の回復も鈍く消費者態度指数は低水準にとどまっていますこの図は景気ウォッチャー調査の先行き判断 DI と消費者態度指数を重ねたものです消費者態度指数は消費者の消費に関する今後半年間の見通しを調査したものです 量子数はは回回復復基調ににあありりまますすが新型コロナ感染拡大を受けて回復は足踏み状態にあります消費者の感染拡大に対する不安の高まりを反映していると考えられます。こうした状況では消費者の積極的な消費行動は期待できません。消費の回復には消費者の不安を解消する必要があります。ワクチン接種の進展やコロナ感染の収束が待たれる状態です。個人消費を財別に見ると温度差が見られます。この図は 消費活動指数を財別に見たものです物価変動を除去し実質化した指数を使用していますのでご注意ください。コロナ感染の再拡大に伴いサービス消費の鈍化が響き全体的に見ると個人消費は低迷しています。ただし在宅時間の長期化に伴い住宅需要やパソコン等の家電製品の購入が伸びているため耐久財消費は堅調です。耐久財消費はすでにコロナショック前の水準を上回っていますのでサービス消費の一部が 耐久剤消費にシフトしているとみられますただし個人商品におけるサービス消費のウェイトは高いため新型コロナ感染の収束が消費の本格的な回復の条件になると考えられますサービス消費の低迷には旅行支出の落ち込みが大きく影響していますこの図は国内の延べ宿泊者数を前年差で見たものです2021年3月に前年差はようやくプラスに転じましたが この1年間に失った宿泊者数をコロナショック前の水準に戻すことは容易ではありません。宿泊者数は訪日外国人旅行客と国内旅行客に分けて示しています。コロナショック後に宿泊者数は訪日外国人旅行客、国内旅行客ともに大きく落ち込みました。中でも国内旅行者の減少が大きく響いたと言えます。4月開催予定の東京五輪は海外一般客の受け入れを断念しており、 インンバウンド消費の回復に時間がかかりそうですまた、国内の宿泊旅行者数も海外自粛の影響で大幅に減少しているため、コロナ感染の収束と GoTo トラベルの再開が期待されます。ここで当面の主要スケジュールを確認してみたいと思います。主要なイベントを表にまとめ、当面重要と思われるイベントは赤字にしてあります。2021年後半は重要なイベントが目白押しです。7 8月に 東京五輪の開催が予定されておりその後は9月に自民党総裁選10月に衆議院の任期満了といった政治的なイベントが控えています政権の育成は国内外投資家の重要な投資反対材料となっています昨年末来コロナ感染急拡大に伴い急落した内閣支持率は小幅に改善していましたが足元では再び悪化しており支持が不支持を 下回る世論調査ももも見らられまますす東京五輪開催のの不確実性も増しており現政権維持への革新も揺いいでいますコロナショックのもとで解散総選挙のタイミングが注目されますコロナ感染拡大の収束が遅れる中政権が不安定となれば日本経済への先行き不安は高まるでしょうこうした動きは金融市場の動向にも大きく影響してくると思われますさてここからは 中長期的ななな視点でで日本経経済済をを展望ししたた。いいと思まます。コロナショックは様々な面で世界経済に大きな影響を与えました現在、世界経済は二極化が進んでおり、コロナが収束しても、ショック前の元の状態に戻らない部分もあるでしょう。輸出や生産を見ても、セクター別に見ると、明暗が分かれています。この図は、実質輸出を財別に見たものです。情報関連材の輸出が突出していることが分かります。 世界的に情報通信技術関連の需要が拡大したことで IT 関連の生産や輸出の回復が鮮明です。経済が正常化すれば循環的な部分は元の水準まで戻るでしょう。ただしコロナショックを契機に構造的に変わってしまった分野もありコロナ収束後に成長が続く分野も出てくるとも考えられます。コロナ感染拡大は経済構造変化にも影響を与えています。 このの図は就業業者数を産業別に見たものです特徴のある産業をグループ分けして比較してあります製造業卸小売業情報通信業と医療福祉宿泊と飲食サービス業生活関連サービス業娯楽業の4つのグループを比較しています新型コロナ感染拡大が継続する中就業者数は宿泊飲食サービス業が減少する一方で情報通信業医療福祉は増加しています これらの業種では人手不足が鮮明となっています。こうした構造変化はコロナショック以前よりありましたが、コロナショックが構造変化を加速させると見ています。コロナショックにおいて対面型のサービスが縮小する中、新たな時代への変化に対応したビジネスモデルが求められています。電子商取引はその一例です。この図は消費者向け電子商取引の市場規模の推移を示しています。 デジタル系、系、サービス物販系については全ての消費取引に対する電子商取引の比率を示しています。物販系における電子商取引の比率は7%程度に上昇しており、年々拡大しています。2010年以降、年平均プラス10%超で拡大してきた電子商取引は、外出自粛に伴い急速に普及しており、さらなる市場規模の拡大が見込まれています。こうした変化は、 新型コロナが収束しても元には戻らないと見ています。コロナショックで経済が不安定となる中、日銀は大規模金融緩和で経済を支えしてきました。日銀は短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度とする、イールドカーブコントロールを継続しています。また、長期国債や ETF および J リート、CP 等、社債等の資産買い入れも行っています。新型コロナ対応の 資金繰り支援特別プログラムなど、潤沢な資金供給により、企業等の資金繰り支援と金融市場の安定維持を目指しています。2021年3月の金融政策決定会合で、金融政策の点検結果を踏まえ、より効果的で持続的な金融緩和を目指し、政策の微修正が行われました。日銀は 新型コロナの影響を注視し、必要があれば躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じるとの姿勢を維持しており、政策スタンスは緩和の方に向いています。この図は日銀の資産残高の前年差とその内訳を示したものです。日銀の資産は足元でも年間で100兆円強増加しています。このように共通担保資金供給オペレーションや貸付金の増加、短期国債への購入等で日銀のバランスシートは拡大しており、 潤沢な資金供給が継続されています日銀は10年債利回りが0%程度で推移するように条件を設けず必要な金額の長期国債の買い入れを行うとしていますまた政策金利については現在の長短金利の水準またはそれを下回る水準で推移することを想定していると明言しています3月の政策点検を踏まえて日銀はイールドカーブコントロールにおいて柔軟な運営を行うため長期金利の変動幅は プラススマイナス程度であることを明確化しましまた同時に必要な場合には金利の上限を明確にするため連続サスネオペ制度の導入を決めましたこの図は日本の国債利回りの推移を示しています長期金利は今年2月に海外金利の上昇を受けて大きく上昇しましたが日銀の政策点検後は落ち着きを取り戻していますまた日銀の各種金融支援策の効果もあり企業の資金繰り判断は改善しています 現在のところ、日銀の大規模金融緩和によって、企業の資金繰り支援と金融市場の安定維持が景気を下支えしていると言えます。最後に株式市場の展望についてお話しします。まず、日本の主要株価指数の動向をご覧ください。この図は日経平均と東証株価指数、日経500平均を重ねたものです。指数は日経平均が最高値をつけた1989年12月29日を100としています。 日経平均は2009年3月には最高値の2割弱まで低下しましたがその後、回復基調となり2021年2月には8割弱の水準まで回復しました足元の経済環境下で日経平均株価は1990年のバブル崩壊以降の高値を更新するなど株式市場は上昇基調を維持してきましたまた日経500平均が過去最高値を更新するなど日本の株式市場は新たな展開を迎えようとしています 株高の背景には世界的に新型コロナワクチンの接種が進み、経済の正常化期待が高まっていることや、主要国・中銀の潤沢な資金供給による過剰流動性の存在があり、良好な投資環境は当面続くと見ています。ただし、昨年終盤からの株価上昇は期待先行の様相も強かっただけに、日本経済の厳しい現状を受けて調整する局面も想定されます。特に新型コロナ感染の再拡大とコロナワクチン接種の遅れは、 日本経済の不安材料であり、株価の上値を重くする要因となっています。また、5月にアメリカの金利上昇への警戒から、世界的に株価が調整する中、日本株も大幅に下落するなど、経済が再生する過程で株価上昇にブレーキがかかる局面も見られます。日本の株価が上昇した要因には、海外投資家が日本株の買いを増やしていることが挙げられます。この図は、日本株の投資対別売買状況と株価の推移を見たものです。 投資主体として日銀の ETF 買い入れ額と海外投資家と事業法人の売買差額の累積額を棒グラフで積み上げています。累積額は2021年1月からのものです。海外投資家は2020年は売り越しましたが、2021年は買い越し基調となっています。日銀による ETF の買い入れペースは減速していますが、株価の下落局面での日銀の買い入れ効果は依然として大きいと考えられます。こうした需給改善がコロナショック以降の株価上昇に寄与したと見られます。 また、株価は業績予想に大きな影響を受けますこの図は、当初株価指数の予想 EPS と予想 PR の推移を示しています EPS は一株当たり利益、PR は株価収益率です EPS は12ヶ月先の予想値を使用しています EPS と PR をかけたものが株価になるという関係ですしたがって、株価と EPS の相関は高くまた、e、EPS が横ばいでも PR が上がれば株価は上昇します 株価回復に伴い、国内株の業績予想は改善しており、予想利益は上向いています。将来の増益期待を織り込み、株価収益率は高水準にありますが、経済への正常化期待が高まる中で、株式市場は金融相場から業績相場へ移行しつつあります。今後は、より業績回復期待の高い銘柄が先行される相場になるとみています。経済の正常化が進むにつれて、長期金利上昇への警戒感から、 株式市場は一時的に調整する局面が想定されます。この図は成長株と割安株の指数を比較したものです。両者の比率も合わせて掲載しています。2020年は成長株が大幅に上昇したことで、この比率は大きく低下しています。他方2021年に入ってから割安株の上昇が加速しているため、比率は上向いています。長期金利上昇への警戒感から成長株は不安定な動きとなる一方で、世界的な経済正常化期待から 割安株への資金流入が期待できると見ています。足元でも成長セクターが頭打ちとなる中、割安株は持ち直し基調となっています。今後は、出送り気味だった景気敏感セクターなど、割安株の回復が顕著となる中で、株式市場は中長期的な上昇局面が続くと見ています。以上で説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。詳細については、当社経済調査室作成の グローバル時代の統一戦略をご覧いただければ幸いです。